はい、どうもロブソンです。今日はですね、気になるギター参戦ということで、以前ですねやったことあるんですよ。これ何年前だったかな、2018年だったか19年だったかと思うんですけども、ルナギターズ、アメリカのルナギターズのハートソングっていうのと、あと19世紀ギターのレプリカモデルですね、レプリカモデル、アリアさんのと K. アイリさんのだったかな、19世紀レプリカモデルっていうのと、あと、オーストラリアのですね、クラシックギター、アランブルギター、アランブルさんが作ってるんですかね、アランブルギターっていうのをですね、3つ紹介させていただいたのが過去にあったんですけど、今回ですね2021年版ということで、また3つご紹介したいと思います。まず1本目、デディン、シェクターですね。最初の1本目、シェクターっていうとなんかこう、あのテクニカル系のエレキギターを思い浮かべる方が多いかと思うんですけども、ちょっとですね安いラインナップを出していて、シェクターオリエンタルラインっていうんですけど、まあ、アジアで製造されてるラインナップですかね。それのね OLFL っていう型番のやつですかね。色は結構ねサンバーストとかホワイトとかね、いろいろあって、これサンバーストかな、サンバースト。全部ヤフーショッピングのがちょっとね画像が出てますけど、スポットモデルっていうのもありますね。ちょっとこう限定生産みたいなやつですかね。グリーンみたいな、この色いいですね。ちょっと可愛いの、これちょっと開いてみますか。シェクタージャパンオリエンタルライン、あ、ジャパンなのこれ。おー、日本製なのかな、どうだろうな。ちょっとねどこで製造されてんのかわかんないですけど、そう、ちょっと見てみますかね。こういった感じで見た目がね、フェンダーのテレシンラインに似てるスタイルなのに、ヘッドがですねこうギブソン系のレスポール系のこうね、あの左右に3連のペグがついてるっていう、このテレシンラインのボディにギブソン系のヘッドがついてるっていう、このねデザインが面白いなと思って、これいいなと思ってね、ちょっとね気になってるんですよね。ね、色もこれも可愛いですね。このライトグリーンみたいな感じね。あ、メイドインチャイナになってますね。シェクタージャパンだけど製造は中国、もうめっちゃアジアアジアしてる感じですけどね。はい、そうでね、これねアコギなんですね。エレアコ、鉄弦を張るモデルなんですよ。まあでも僕はあれじゃないですか、クラシックギター弾いてるんで基本ナイロン弦なんですよね。まあエレキギターもありますけど、これちょっとねナイロン弦張れないかなと思って、ヘッドのシェイプ的にはあのクラシックなタイプではないんですけど、まあ、このシェイプでもね一応ねナイロン弦はこのペグのとこがね張れると思うんですよね。で、感じのブリッジのとこなんですけど、普通のアコギだとあのボールエンド付きのナイロン弦を使わないといけないんですけど、これねこのブリッジのタイプだったら普通の巻きつけるタイプのナイロン弦が使えるんじゃないかなと思って、これねこれググーンってちょっと大きくしてみますか。ちょねえ、ほらこれこのありますかね、ほらこれね、こういうブリッジの形してるんで、ここにこう巻きつければ、ね、なんかいけるような気がするんですよね。穴がこう開いてるだけなんで、本来ね鉄弦を張るものなんで、ナイロン弦張ったらちょっとどうなるのかなっていうのはまあわかんないんですけど、張れなくはないと思う。これにこうちょっとねナイロン弦を張ったら面白いんじゃないかなっていう。でね、気になってるんですよね、このシェクターオリエンタルライン。サウンド的にもやっぱり結構テレキャスター系というかね、思想してる動画を見るとですね、結構ジャリンジャリンとしたサウンドでしたね。で、まあナイロン弦を張ってもやっぱりその特性はちょっと生きるのかなっていうことで、結構ね、トレブリーなサウンドにはなるかなと思うんですよね。ボディの厚みもすごい薄い、まさにテレシンラインな感じなんですね。サウンド的にはちょっと好みではないかもしれないんですけど、まあね、ルックスがね、いかんせんルックスがね、これ気になりますよね。ねえ、カラーリングホワイトとかナチュラルカラーとかもいいですよね。コントロール系がこんな感じ。ハイとローと、マスターボリュームと、まあ、ハイとロー、一応イコライザーハイとロー2種類ついてるっていうことになりますかね。まあこのなんだろうな、ピックアップのシステムとかもね、まあどの程度のクオリティのものが乗ってるのかっていうのもちょっとよくわかんないですけど、こうクラシック楽器ってみんなね、弦楽器って
バイオリンもビオラも、チェロもコントラバスも F ホール空いてるじゃないですか。ね、クラシックギターになっちゃうと丸いホールじゃないですか。丸いホール。ね、F ホールじゃないですね、クラシック楽器なんで。なんでね、やっぱね、F ホールの空いたギターっていうのはちょっとね、憧れがあるんですよね。なんとなく。うん、まあよくわかんないですけど。もちろんね、F ホール空いたギターっていうのも あるんですけど、どっちかというとジャズ系で使われることが多いですよね。アーチトップのギター、セミアコ、フルアコっていう感じ。うん。なんでクラシックで F ホールのギターってね、あんま見ない気がするんですけど、ね、これにちょっとね、ナイロン弦貼ったら面白いんじゃないかなっていうんでね、気になってますね。ということで1番目は、シェクターオリエンタルライン OLFL シリーズ、エレアコでした。はい、続いてじゃあ次2個目いってみましょうか。19世紀ギターなんですけど、マルティネスのホームページちょっとね、あ、ロッコーマン株式会社か、 90th century 630mm このモデルですかね。これ以前紹介したアリアの19世紀ギターとヘッドシェイプは被るんですけど、ちょっとね、こうナチュラルカラーで、ブリッジのとこもちょっと違いますかね。これもやっぱね、可愛いなと思って、マルティネスもね、ドイツの設計で製造は中国だったかな。これもやっぱ中国製ですかね。さっきのシェクターのオリエンタルラインと一緒で。まあ、ジャズギタリストのトマル氏がですね、マルティネスのエレガット使ってて、うん、結構フュージョン系ですかね、オールマイティに割と使えるような、歪ませても使えるようなですね、タイプ使ってて、ね、マルティネス、なかなか面白いですよね。普通のね、シングルカッタウェイの、エレガットとかもマルティネス出てるんですけど、MP シリーズっつったかな。あれもなかなかいいですけどね。まあ僕はちょっとね、やっぱりこの19世紀ギターがね、相変わらず気になり続けておりますね。結構ね、価格もリーズナブルなんですよ。この7万ですからね。定価で7万。定価で7万だから、まあ実売価格はね、やっぱ5、6万になるんじゃないかなっていうところでね。これはスプルースのモデルか。スプルース単板ですね。でもやっぱシダーノが多分ね、好きなんだろうなっていう、好みの音なんだろうなっていうのはなんとなく感じてはいるんですけどね。19世紀ギターのこう、まあ、ちょっとこじんまりこうまとまった音、低音がやや弱い感じのね、この音もやっぱ気になるところですかね。ということで、2つ目に紹介したのがですね、マルティネスの19世紀ギターでしたね。はい、はい、じゃあラストですね、3つ目いってみましょうか。アヌエヌエのね、なんつうモデルだっけな。はい、こういう感じ。画像を見てみますか。 ANNMN14E エレガットギターありますね。ちょっと小ぶりなエレガットギターって感じなんですけど、サウンドホールの位置がね、こうね、真ん中じゃないっていう、ちょっとこうね、自分よりちょっと上についてるっていう、このデザインがまず面白いなって思ったのと、シングルカッターウェイついてるんですけど、ちょっとね、こうカクッと、少しカッターウェイって感じね。このボディシェイプ面白いなっていうとね、バックもね、この木目もいい感じですよね。で、コントロール系はあれですね、このアヌエヌエのね、オリジナルみたいですね。こういう、まあ、しかも 3.5 ミリのミニプラグで接続するみたいですね。ボディのね、サウンドホールに確かコントローラーがつけてある感じでね。あ、しかもね、これね、プリアンプがね、ボタン電池で動くんですよ。これ。ね、普通はフンボルトペンギンじゃなくて9ボルト電池じゃないですか。ね、普通9ボルト電池なんですけどね、これボタン電池で動くんですよ。プリアンプ。どのくらいね、まあ省エネ設計なんだろうけど、電池寿命とかどのくらい持つのかなってちょっと気になるところではありますけどね。ヘッドにね、こういうなんか体操してる人みたいなのロゴがね書いてあるんですよ。あ、このロゴ書いてありました。アヌエヌエドーンね、このね、なんかね、はっていう感じのロゴですね。ウクレレで有名なブランドなのかもしれないですね。アンヌエンデスさんね。スターターモデルからプロモデルまで
幅広い音楽性に対応するべき音質、音量、デザイン、材質、価格に徹底的にこだわり、全世界のウクレレユーザーへの良質なウクレレを提供するアヌエヌ、全世界のウクレレユーザーへ良質なウクレレを提供するアヌエヌでした。やっぱウクレレで有名なブランドなんですね。そっか、じゃあまあ、エレガットはまああれなのかな、そのウクレレで培った技術をもとに、作られたってことですかね。うん、そう、エントリークラスからね、ハイエンドクラスまで、あらゆるギターユーザーのために多数のモデル用意。そうなんです、結構ね、価格帯も幅広いんですよね。さっき紹介したのが5万8000とかですかな、57万とかもありますね、バードギター。まあ、ラインナップ結構多いっすね。いっぱいあるな。で、アヌエヌエのギターもね、フィンガーピッカーのね、イグサセイジさん。まあ、達者な方ですよね。鉄弦、もともと鉄弦でやってた方かな。今結構アーチトップのギターとかも弾いてますけどね。ジャズっぽい。その方がね、なんかアヌエヌエのギター、試し弾きしてる動画があって。なかなかね、やっぱね、いい音でしたね。確かにこの小ぶりなボディからは想像できないような音なのかな。結構そうですね、低音も割とよく出てる感じで、まあ、単純にサウンドのみで言ったらこっちの方がね、最初に紹介したシェクターのモデルよりは確実にこっちの方がね、音は好みだと思いますね。ただやっぱこれもね、小ぶりなボディでちょっとスケールボディのね、全長もちょっと短いモデルになると思うんで、そういう意味でね、ちょっと演奏性はどんな感じなのかなっていうのはありますけどね。あ、ちなみにさっきの紹介したシェクターはですね、結構エレキギター並みに細いネックで、でこのアヌエヌエもね、普通のアコギのネックの太さ、幅だったかな、ナット幅か、ナット幅、クラシックギターのナット幅ってね、結構50mm 51mm 52mm 53mm 50mm 超える幅のものが多いんですけど、普通のねアコギのだとまあ 47mm とか、49はないか、47が多いのかな。でエレキギターが 42mm とかね、かなり幅細いんですけど、お腹鳴っちゃった。はい、そんな感じでですね、まあ、演奏性はちょっとね、実際こう触って弾いてみないと分かんないなっていうところあるんですけどね。はい、まあ、気になるギター、3つ目はアヌエヌエの ANNMN14E ってやつですね。はい、ということで、気になるギター参戦2021年版をお送りしましたが、皆さんもねちょっと見てみて、何これ、こんなあるんだって、何がしかの、参考になれば幸いです。そんなこんなで、今月の11月の演奏動画は、まあちょっとね、ちょっともうかなり厳しい状況ではあったんですけれども、アルハンブラのね、思い出を、アルハンブラの思い出を弾かせていただきましたよ。もうね、もうきつかった。きつかった。ちょっと、全然弾ききれてねえっす。全然弾ききれてねえんすけどね。なんかやっぱね、一度はね、弾いてみたかったんでね。まあ、クラシックギターといえば、っていうね、まあ、名曲ですよ。ひたすらトレモロし続ける、トレモロし続ける曲です。なので、つたない演奏ではありますが、まあ、アルハンブラって、そっかそっかって、アルハンブラだなっていう。アルハンブラ、まあちょっと、まず上手い人の演奏とかを見てもらって、本物のアルハンブラを見てもらってですね、ローソンのね、アルハンブラが、こんな程度かっていうのをなんかこう、見てもらえたら幸いです。はい。そんな感じで、こんなとこですかね、今ね。毎月ラジオとかもやってますんでね。よかったら聞いてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。